こんにちは。ウサギがいないというわけでキャラペタ買っちゃった。ちのちゃん超かわいいだろこれ。ちなみに私は今ね1日1回は必ず見てて、今2回ぐらい、今日ひどいですね、今日5回ぐらい見たんですけど、まあご中佐のね1話目を毎日見てます。私は難民ではないと思う。ご中佐難民ではないと思う。そのご中佐難民とか日常系の難民っていうのはあんまり理解できない。ただ今私がもしかしたらご中佐難民ではないよな、そういうんじゃない、そういうんじゃない、ただ単に抜け出せないアリ地獄にハマってしまったという感じですね。これね初めて買います。アニメートで結構高かったよ。1500円ぐらい、1238円プラス税、1300、400ぐらいですね。結構高いんですよね、これね。なんぞやっていうと、こういう風に貼って剥がせる。だから壁とかさ、ドアとか窓とか好きなところに貼っちゃってもすぐ簡単に剥がせるらしいんですよ。まあこうめぐみさんみたくね、あの賃貸、いわゆる、レンタルマンション、レンタルマンションというか、まあ、賃貸マンションにね住んでる方はね、こういうの重宝するんじゃないかと思いますよ。しかも布製だからね、だから高いんだろうけど、こんな感じなんだね。結構細かいんで、あの剥がせるっていうのは強いですよね、賃貸マンションに住んでる私なんか。いやいい、いいわ、いい、いやいい、ゴリ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 、はい、そんなわけで貼って剥がせるキャラペタ、ご注文うさぎですか、ちのちゃん買ってみましたという動画でした。こうずっとここに座っていくと思うんで、また会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバーイ。